れレベルやったらいけんの今。嫌な言い方すんなよ。めちゃくちゃすごいんだよこの人、うん、熱いね。はい、ラルクのケンさんが、はい、一番下ってこと。お前やばすぎ。お互いのギターパフォーマンスを見た感想は、うん、という質問です。ね、僕結構見てて、あのちゃんのギター演奏生でも、でだから一昨日一緒にライブして、うん、生でまた久しぶりに見たんですけど、いやーやっぱかっこいいっすね。女性ギタリスト、はい、ね、うん、まあ男性ギタリストに比べたら少ないとは思うんですけど、かなりなんかロックンロールでしたね。で俺はピッキングが好きなんですよ、あのちゃんの、はい、グワーって、僕マシンガンピッキングって呼んでるんですけど、うらーって弾くとき弾くんですよ。特にサビとか、アウトロとかこう一番盛り上がるところで、なんやろな、小説の拍数そんな気にせずドゥルルルってグワーってかき鳴らしてるっていうのがめちゃくちゃ絵になるし、めちゃくちゃロックですね。俺それ好きやね、グワーってやるやつ、2ビートとかのところ、そう、つったくたつったくたってブーってやるんですよ。それがめっちゃいい。なんか音にならない音とかも入ってるんですよそこには、うん、それがすごいパフォーマーとして素晴らしいですね、うん、めちゃくちゃすごいんでこの人、熱いね、はい、いやこいつ ねほんまね、あのギターも上手いんですよほんま、何でもできるから、ドルルルピッキングが僕はすごいと思います。繊細なピッキングというよりはこう強引な、ああ武骨なピッキングできんねや、あのちゃんがっていうイメージですね、はい、そういうイメージだそうです。あのさんいかがですか。嬉しいです。恥ずかしいです。はい、いやめっちゃいいよ。嬉しい。逆にあのさんは粗品さんのパフォーマンスはどんなイメージで、うん、なんだろうね、なんかすごい、本当にすごいです。もっとお前言え。俺がお前めちゃくちゃ言いましたよね僕。いや言うてほしいから言ってんねん正直。あ、そうか、言え、もっと伝えろ俺のいいところ。僕でもそんななんか YouTube 見てなくて、その、うん、あのライブで、おとといのライブでしっかり初めてこうギターを弾きながら歌ってる様を見て、いやちょっと度肝も抜かれたというか、やっぱり歌、フロントマンとしてこう歌は、歌も本当に熱いんですけど、その中であのバッキングしながらリードのもうなんかギタリストみたいな役割もやっぱちゃんとあのしっかりやってて、もう超うまい、シンプルにめちゃくちゃギターが上手で、なんか羨ましいというか尊敬しますね。ありがとうございます。ほんで、うまないです、ね、あとそのエフェクターとかもいろいろ駆使しながら、うん、してへんがな。一個ぐらい使って、全然やん、一個ぐらい、一個しか使ってない、それが渋いねんけどな。で渋くて、うん、渋なのになんか音の色をいっぱい感じるような、いい、ね、なんかどうやってんだろうって思う感じのパフォーマンスが本当に素晴らしかったです。が一つ目で、もう四つぐらいやった僕の中では。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、上手です。二つやってこういう話ってお二人なかなかされないですよね。しないですね。まああの、昨日ラジオで、はい、初めてぐらいそういうのをうわって言いましたけど、うんはい、うん、あんま公の場でしないですね。そうですよね、うんうん、あのラジオもちょっと感極まってらっしゃってた感じが、うん、はい、お見受けしました。いやありがとうございます。ありがとうございます。それと、はい、あの暑かったですね。そうですよね。あの時は、はい、はい。さあそれでは続いての質問です、うん、お二人オリジナルのシグネーチャーモデルを作るとしたらどのようなものを作りたいですか。うわ、質問です。フェンダーで、はい、これあるんすか、ありえるんすかね。マジでありえますよね。上の方で、あ、ね、あ、なんかアーティストモデルみたいな、はいはい、自分で決めれるんですか、デザインとか形とかある程度、まあ理想を言ってみたいな、はい、そうですね。誰ぐらいがやってんのですか今。今誰レベルやったらいけんの今。嫌な言い方すんなよ。え、あ、ラルクのケンさん、ラルクのケンさんが、はい、一番下ってこと。そのお前やばすぎ。違う、その先方かな、どの絵が違法のってことかな。ケンさんレベルにならんとダメ。あ、チャーさん、チャーさん、
チャーハンさん。いや、名だたるね、はい、方のはそりゃそうなんですけど、はい、どうあのちゃん、どんなん、え、自分のここ二人の自分のそうです。あ、理想のギターをあのモデルとして作れるならどここだわりたい、まあ、色とか。やっぱ 色はやっぱブルー系が好きなの で、青にも何種類もあるじゃないですか、はい、多分アンミカさんに聞いたら多分青やすごい数あると思うんですけど、はい、でもやっぱこれとかも絶妙な色で、絶妙やな、本当になんかいろんな色調合した青みたいな感じなので、そういうのにしたいですね、やっぱ出すなら。こだわり持って、うん、ええー、な、作りたい。 あ、うん、あのさんはまず色から。色、はい、僕なんかそうね、ちょっと形とか、うん、変な変形ギターとかもありかもしれないですね、もし自分のやるんやったら、はい、もう世界で一つだけっていうね、唯一のっていう。あ、そうですね、うん、いやでもほんまこれ気に入ってるんで、金色、僕それで言うと色、うん、金好きなんで、うん、ちょっと金やな、うん、金でやりたい。シバンとかもちょっともうちょっと金でもいいかもしれないです、ね、でそれはちょっとエイジングの加工されているって先ほどおっしゃってましたけれども、ね、もっとキラキラしてるやつにしたいかもしれないです、うん、やるならもっとキラキラした。うん、うんうん、そうですね、はい、じゃあ、あと詳しくはあのフェンダーの皆さんとあるんかな、話いただいて。いや、もっともっとあの頑張ってからですね、それは、はい、夢ということで。夢です、はい、夢です。